はい、こんにちは。安藤明久です。今日はですね、公的な制度の考え方について話したいと思います。この動画を見ればわかることはですね、公的な制度の考え方がわかります。では行きましょう。で、今回はですね、保険や住宅ローンなどの公的な制度の話をします。で、まずはですね、質問なんですけれど、なぜですね、公的な制度を知る必要があるのでしょうか。今回はですね、これを考えてからですね、動画をご覧になるとよくわかると思います。では行きましょう。例えばですね、公的な制度の一つにですね、この高額療養費制度というものがあります。で、これはですね、どういうものなのか、まず軽く説明しますね。例えばですね、あなたがですね、入院したとします。そしてその入院費用がですね、手術とかいろいろしたので100万円かかったとします。じゃあ100万円かかった時にですね、あなたはどれくらいお金を払わなければならないのかというと、まずですね、30万程度かなって思いますよね。今2016年のですね、5月なんですけれども、あなたがですね、サラリーマンの方でしたら、健康保険などでですね、国がですね、7割は負担してくれますよね。ですから、あなたがですね、この30万負担すると考えると思うんですけれど、ではですね、あなた自身がですね、この30万すべて負担しなければならないのかっていうことなんですね。実はですね、この高額療養費制度というものを使えばですね、あなたのですね、負担は減るんですね。じゃあ、どれくらいの負担額になるのかというと、あなたがですね、どれくらいの年収によるかなんですけれど、例えばですね、500万程度の年収でしたら、あなたのですね、負担額は約9万円になるんです。つまりどういうことかというと、このですね、高額療養費制度っていうものをですね、使えばですね、あなたにですね、この約21万円分のですね、お金が戻ってくるというものなんですね。ですから、公的な制度にはですね、このような高額療養費制度というものがあるんですね。では、なぜですね、この公的制度を知っておく必要があるのでしょうか。それはですね、実はですね、あなた自身が申請しなければ、このようなですね、公的制度には利用できないものがあるからなんですね。どういうことでしょうか。例えばですね、僕自身こうやって考えていたことがありました。病気になったらですね、病院や国がですね、勝手にですね、制度を適用してくれると思ったんですね。しかし、それは間違いなんです。なぜかというと、こういう制度はですね、自分自身で申請しなければ利用できないからなんですね。ですから、病気になったらですね、あなた自身がですね、この高額療養費制度をですね、申請しなければならないんです。つまりですね、あなたが申請をして初めてですね、制度が利用できるということになるんですね。ですから、もしですね、あなたがですね、この高額療養費制度を知らなかったら、あなたはですね、30万円負担しなければならないんですね。この制度を知っていたら、9万円で負担は済むんですけれど、あなたはですね、この負担する額は30万円なんですね。ですから、このようにですね、この高額療養費制度に関わらず、いろいろな公的制度を知る必要があるんですね。で、この公的制度っていうものはたくさんあります。例えばですね、名前は聞いたことあるとは思うんですけれど、ふるさと納税制度っていうものもありますね。またですね、住宅ローン減税制度とかですね、保険料控除、医療費控除などですね、このようにですね、公的制度っていうものはたくさんあるんです。そして、このですね、公的制度っていうものは、あなた自身が申請しなければ利用することができないものもたくさんあるんですね。ですから、公的制度の考え方っていうものはとても大切なんですね。公的制度はあなたが知って申請しなければ利用できないからなんです。しかし、すべてのですね、この公的制度を知るのはとても大変ですよね。あなた自身で調べるのはとても限界があるからなんですね。ですから、このプロのファイナンシャルプランナーなどのですね、専門家に相談するのがとても大切なんです。
ですからあなたがですね、新しい保険を契約するとか、結婚した、子供が生まれた、そして新しい家を買うとかですね、そういうライフステージに何か変更があったらですね、ぜひですね、こういうプロのファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談に乗ってください。あなた自身で調べるのもいいんですけれど、プロの方に調べた方がですね、視点が広がるので、とても有意義な相談になると思います。そして最後に大切なことなので、もう一度繰り返させてください。公的な制度っていうものはですね、知っている人しか助けないものなんですね。もちろんですね、こういう公的な制度っていうものは国とかですね、地方自治体がですね、あなたを助けるために設定したものなんですけれども、そのですね、制度っていうものは申請しなければ助けないんですね。つまり公的制度は知っている人しか助けないものなんです。ぜひこうやってですね、あなた自身で公的制度とうまく付き合っていっていただけたらと思います。はい、では最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、 YouTube チャンネル登録といいねボタンを押していただけると嬉しいです。また公式ホームページではいろいろなお金の情報を載せています。よろしければ動画説明文のリンクから公式ホームページをチェックしてみてください。最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。